結局今回の事件もシグマが引き起こしたことなのか。シグマはどこにいるんだ。シグマが絡んでいるのは今となっては間違いないわ。ただこれまでと違うのは、イレギュラー化したレプリロイドたちが何らかの方法で操られていたという感じではなくて、まるで一体一体がシグマそのもののような。シグマのコピーってこと？わからない。それに反乱を起こしたのが全て横部計画に関連した施設なのも気になるわ。通信が割り込みます。これは？シグマ、久しぶりと言うべきかな、X。また貴様だったんだな、シグマ。そう、私だ。そして長き我々の因縁もこれが最後だ。貴様たち、古い世界の宇宙開発は今や全て我がものだ。宇宙だと？そう、もはや地上に未来はない。古き世界はもうその役目を終えたのだ。貴様、何を企んでいる？企む？これは自然の摂理だ、進化だよ。進化？ヤコブ計画が最初からシグマに狙われていた？そう考えると辻褄が合うわ。宇宙開発が盛んになった背景と新世代型レプリロイドの開発は無関係ではないし、そこへ来て新世代型のイレギュラー化か。いずれにしても奴をこのまま放っておくわけにもいくまい。シグマからの通信は衛星軌道で中継されていたわ。幸いまだ軌道エレベーターは動いているから衛星軌道までリフトアップします。軌道エレベーター、これで宇宙まで。いよいよ乗り込むわよ、頑張って。
この迷惑世界でバルボの大事かもいや。ああそうさ、シグマの前にババとかいうちっぽけな悪者でも倒しておこうかと思ってね。起動エレベーター、エネルギー、開発資源、ロケットのデータ、この世界が生き延びようとしていた宇宙への道は今よ我らの手の内だ。そんな時にイレギュラーなど何の意味がある？意味だって？あんたを倒してから考えるさ。相手だったな。しかしお前たちなら大丈夫だと信じていたぞ。ババにシグマ、あの時の役者が揃ったというわけか。ゼロさん、それはあのウイルスの？あ、聞いてたのか。そう、俺はかつて奴らに利用されてこの世界を滅ぼしかけたんだ。だから俺は奴らとケリをつけなくちゃならないんだ。ナビゲートしてくれ。奴はどこだ？